皆様こんにちは、赤楚衛二です。本日はお忙しい中ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。僕は今年1年はすごくたくさんお仕事をさせていただいて、本当に充実した1年だったなって思います。じゃん。こちらはどなたに送る年賀状ですか？これはですね、僕1年間仮面ライダーをやらせていただいたんですけど、はい、そのスタッフさんに送りたい年賀状です。やはりそこがこう大事なポイントになったというか原点のようなところなんですかね。そうですね、やっぱり役を1年間演じることってなかなかないと思うので、そこで培ったその役者としての覚悟だったり根性だったりっていうのは本当に学ばせていただいたので、その感謝の気持ちを送りたいなと思いました。はい、赤楚さんだからこそのこう赤い虎というのがね、また印象的ですね。いいですね。どのような思いを伝えたいですか？それこそさっきも言っちゃったんですけど、もう本当に1年間ずっとやってきたっていうところで、本当いろんなことを学ばせていただいたので、だから感謝の気持ちを送りたいと思います。赤楚さんは高校時代からのご友人に書かれたんですね。はい、はい、どういうご関係なんですか？僕は高校の時なので、だから11年来、先ほどと同じように11年来の友達なんですけど、未だにずっと仲良くて、でなかなかそのやっぱりメールとか普段その会ったりしてはいるんですけど、感謝の気持ちってなかなかやっぱり伝えられなくて、でもそんな中、そのなんて言えばいいんですかね、こうやって年賀状を通して気持ちを伝えるっていうところで僕撮影で書かせていただいたんですけど、その年賀状で思いを伝えることの素晴らしさっていうのは本当になかなか会えない今だからこそ本当にすごく実感するなって思いました。改めてちゃんと書くっていいですよね。本当に素晴らしいことだと思います。なかなか会えないということでしたけど、もし来年会えたら一緒にどんなことがしたいですか？僕バンジージャンプをしたいですね。バンジージャンプ、はい、友達と、結構アクティブですね。結構アクティブな友達なんですよ。じゃあ一緒に飛びたいということで。はい、一緒に飛びたいです、はい、実現するといいですね、来年こそ。はい、僕自身も会いたい人になかなか会えてない日々が続いたので、はい、このキャッチフレーズを聞いて、もう改めて大切な人に自分の気持ちを伝えるその素晴らしさとか大切さを気づかされました。年賀状はですね、ずっと手元に残り続ける、何年経っても色褪せない贈り物だって思ってます。でやっぱり贈る側も贈られる側もその本当に温かい気持ちになりますし、僕もこの撮影を通じて年賀状をちょっと贈らせていただいたんですけど、本当に人に思いを伝える素晴らしさっていうのに気づかされましたし、皆さんも大切な人にその自分の思いだったり気持ちっていうのを伝えてみてください。本日もありがとうございました。